ただいまから福岡県立そばた高等学校の成果報告を始めさせていただきます。私は指導教諭をしております大山といいます。よろしくお願いいたします。本校は福岡県の北九州市にある学校で、各学年6クラスで構成されており、生徒の6割程度が国公立に進学する学校です。この報告会では女性に取り組んだ理由、その取り組み内容、授業実践例を説明し、最後にその成果をお話ししたいと思います。本校は普及型 ICT 教材300の開発実践およびデータベース化の推進と題し、新学習指導要領に伴う学習内容の増加に反し、生徒の思考力の低下という現状の課題を解決するために、本校の財産となりうるデジタル教材の開発研究を行うことにしました。助成を受ける前は教室の欄が活用されておらず、本文内容の説明や演習時の板書に時間がかかっており、さらに教員一人一人が個人事業主のような授業を展開しておりました。その課題を克服するために以下の取り組みを始めました。まずパソコン、プロジェクター、スクリーンのセットを計14台揃え、授業時には各フロアの階段横の器具庫から運びます。教室では各教科の学習員がセットします。各教科で作成したデジタル教材を共有サーバーに保存しておき、授業時にスムーズに検索できるようにしています。高校の先生というのはかなり教科に対しての取り組みこだわりがありますので、最低限の共有を図り、自分で授業レベルに合わせ工夫したものを自分の名前の箇所に登録している先生方も多いです。この写真はサーバーに保存された教材を同時間帯に複数の教員が共有できていることを示します。またこの写真の英文のこのフューのところなんですけれども、これを説明するにあたって、リンクをハイパーリンクをすると次のような画面に飛びます。授業中に出てきた内容から奇襲事項を復習したときに、このハイパーリンクを利用することで、生徒はスムーズに復習ができることになります。この復習スライドについては本校のホームページから入手できるため、必要な生徒は紙ベースで取っています。パソコンのない生徒は図書館や情報室から取ることを勧めています。この写真は教科書出版社によるデジタル教科書の説明会です。教科書選定の際にはデジタル教科書のプレゼンを企画しました。現場の私たちの声を反映する良い機会となりました。また出版社同士が意見を交換する場面も見られ、今後のデジタル教科書についての課題や展望がクリアになったと思われます。先ほど英語科のところでもお話ししましたが、本校のホームページから各教科の復習プリントや大学入試研究をダウンロードできる仕組みになっています。この写真は10月に公開授業を実施した際の写真です。福岡県内の先生方、予備校塾の先生方、出版社の方など140名を超える参加をいただきました。全体会では影戸教授から貴重な講演をいただき、それを受け授業を参観、最後に各協会の分科会および ICT 担当の方への研修会を行いました。今年も10月24日に予定しております。取り組みの最後といたしまして、昨年度の3月には英語の授業を利用しまして、生徒による ICT の利用を試みました。 ALT の先生が中心となって日本と他国の比較研究をしたプレゼンテーションを英語で行いました。英語による表現力育成にも役立ち、この取り組みは恒例の学校行事となりました。ここからは授業の実践例を示します。
数学の授業で最も効果的な利用としましては、グラフや図形の表示が挙げられます。高校数学では、ある条件の下で図形を動かしたり反転させるなど、黒板での表示が困難な内容もたくさんあります。また、立体図形や空間ベクトルなど、生徒にとってイメージしにくい内容も当然扱っていきます。こういうふうに ICT を利用することで、これらを十分補完する役割を担います。次の例は、場合の数の分野の授業展開です。各項目で指導内容をまとめ、効果的に授業を進めるための教材です。円順列では、教科書にはこのようなスライドが書かれておりますが、回転すると同じものであるということを実際に回転することで理解が深まります。英語では影戸教授のアドバイスを受け、D-Bookを活用しています。D-Bookは英文全体がすべて入るため、パラグラフで英文を捉えることができます。このスライドは生物部の生徒によるスライドです。夏休みに行われる公開実験のイベント用に作成した説明用の実験スライドです。授業ではその生徒たちをリーダーに応用することができました。その結果、生徒たち自身で授業や実験を展開、教員はサポート役に徹することができました。注意点も非常に分かりやすく作られていると思います。続いてこのスライドは地理 B の授業において使用したものです。地歴公民化における ICT 教材活用のポイントは、教科書、資料集などに掲載されていない素材や、詳しく表記されている素材をできるだけ厳選することです。こうした実際の現地の写真などは、生徒の興味関心を喚起する上で有効ではないかと考えます。最後に、冒頭にもお話ししましたが、本校は進学校であり、朝7時半からの課外授業に始まり、3年生は6時過ぎまで授業を行っております。つまり、本校は授業をいかに実りあるものにするかが最重要であります。塾に通っている生徒も非常に少ないです。ICT の活用が即授業改善とはなりません。しかし、授業者が生徒の実態から自身の授業の課題を踏まえることによって、ICT はその課題解決の大きな手立てになりうるということです。実際この2年間、先生方に ICT 利用の活用を促進していくときに、真に授業と向き合って ICT 活用に新たに着手された先生の授業は本当に素晴らしい。ICT を活用することで説明をシンプルに分かりやすくし、そこに生徒の活動を入れることに成功すれば、生徒の顔は常に上がり、そして思考し、参加している授業となりうるのです。結果的に本校ではこの2年間で目標とした教材300を優に超える400の教材を作成しました。そして時間的、空間的に共有できる普及型教材の開発が実現しました。これもパナソニック教育財団様の助成およびその活動中、進学校である本校の実態をご理解いただいた上で、有効なご助言やアドバイスをいただきました影戸教授をはじめ、担当の乗常様、ほか財団関係の方々のおかげです。誠にありがとうございました。以上で福岡県立戸畑高等学校の成果報告を終了いたします。